マッシュです。今回はスニーカーのイベントアトムスコンに行ってきたので、その様子を見てくれ。アトムスコンに来てます。視聴者さんに会いました。お二人ともめっちゃおしゃれです。ゲットで揃えてきました。コジットで今日は揃えて、あ、いいですね。はい、すいません。やばい、やばい。 How you do, people? How you do? すごいスニーカーが。すげえ。Would you please prioritize? Oh! やば、これ欲しい。 Oh, that's so cool, bro. うわ、すげえ。うわ、かっこいい。うわ、なんか音鳴ってる。ミーミーって言ってる。やべえ。当たったら、下駄箱さんのスペシャルなシューレース。すごい。こういうのが当たるそうです。じゃあお願いします、はい、オリジナルのシューレースとかが当たるみたいです。お、おとり、おとり。やばい、隣で当たりが。お、当たりました。お、当たりました。当たりました。やった。シューレースこれが当たりました。すげえ。アトモスコン用にスペシャルで作ってもらった。そうなんです。はい。あの、ステッカーが入ってる。ステッカーが入ってる。ステッカーもついてる。すごい。いい。わあ、すごい。後日レビューします。あ、なんか踏むと波が立ちます。わ、すごいこれ。視聴者の方々と撮影してます。それでスニーカーズカップ2位の方に会いました。はい、ありがとうございます。ジョジョっぽい汗の匂いがするぜ。ジョジョっぽい。スニーカーズすごい。名前も入ってるんですよ、これ裏に。そう、裏にね、名前入ってます。あ、本当だ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。これだけになります。預かるんですか。はい、ステッカーとポストカードになります。ありがとうございます。はい、どうぞ。そうなってよかった。じゃあ僕、次はミノルさんが引きます。じゃあ、はい、ステッカーとポストカードになります。やったー。なんか、ありがとうございます。すごい、でも可愛いステッカー。すげえいい、これ分かりました。はい、どうぞ。こちら、ステッカーとポストカード。結構当たり出てないんですけど。ありがとうございます。これが当たりました。いや、欲しかった。神保町にある古本屋のマグニフっていうお店があって、そこのブースなんですけど、僕結構個人的にもよく覗きに行くお店で。そう、これ日本の雑誌もそうだけど、洋書とかもいろいろあってすごい面白いお店なんです。めちゃめちゃかっこいいです。スタイリングがめちゃめちゃかっこいいです。さすがですね。ナイス。サンキュー。ガモリさんの視聴者の方がすごいスニーカー履いてます。マッシュさん、このキャップ見てくださいよ。キャップですか。どう、どう。これガモリさんファンですね。モーテン、井の方はモーテンの。あ、どっち。カラフルやん。あ、どっちも。あ、だいぶカラフルでいいですね。アシックスのスニーカーが運が良ければ当たるそうです。アシックス、ちょっとじゃあ顔、はい、じゃあ今から引きます。あ、アシックスのくじ引き、くじ千本引きでしたっけ。ハズレです、はい、どうやらこの色がついてたらね、当たりのようでして。でもトートバッグいただきました。皆さんいただいていいですか。お小遣いいただいていいですか。すいません。私、知識だわ。いや、本当に何年生まれですか。元はひどいんですよ。すごい、一個取れた。お姉さんもらえるんですか。 20% 受け。まずこれ最初なんかいただいた方がいいんじゃないですか。セリフ、セリフ、じゃあヨーヨー釣りやります。リーボックのヨーヨー釣りですね。はい、これ取ったらスニーカーだった。あ、3つ取ったら、3つ連チャンで取ったらスニーカーだった。ダメだ、割引券ゲットしました。おお、おめでとうございます。ありがとうございました。ミノルさんが引いてます。はい、あー、リフレットですね。じゃあリフレットになります。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ご縁から、ルコックの福引きに挑戦したいと思います。おお、若若いよ。すごい、当たった。クーポン2枚目いただきます。どーん。はい、白色です。白は何なんですか。残念、白はオリジナルリフレットになります。あ、でもいい、はい、ね、で、あとですね、こちら、今スニーカーカップやってます。なるほど。
一問目から難しいわ。全然わかんないですね。当たった。外れた。外れました。常識常識。マスの数は55歳。すごいな。したわ。一問正解しました。クエスチョンパイ。この総主カラの正式名称は。こんな簡単だ。一番ジェイド。ここでは差つけます。1番のジェイドでございましたね。ジェイドというのは未遂の使うなよって思った方がいい。当たった。おーすごい。ミノルさん今何位ですか？33位まで上がりました。うわすげー。やばい、51位まで下がっちゃった。あとね、世界基準のスニーカー勝負として何当たってる。僕もめちゃめちゃ当たってるじゃないですか。川上さん情報奪ってる。いかがだったでしょうか？奪ったから。ちなみにまた自信なくなったんで動画撮るのやめます。そんな、まだやりましょう。まだやりましょう。先ほどスニーカーズカップで2位になられたそうです。今チビしていただいてもいいですか？あ、はいはい。ちょっとすいません、眩しくてすいません、申し訳ないです。すいません。ありがとうございます。靴はアクロニウムです。いやかっこいいっす。ツイッターやインスタグラムにも画像を上げているので、よければそっちも見てくれ。本日の動画はここまで。また次回も面白い動画にするから待っててくれよな。バイバーイ。